ハロー、エトストラ。第1回 SCP オブジェクトを4行くらいで紹介する動画だよ。今回は10個。前半が本家、後半はいろんなとこから。気になったら調べて読んでね。はじめ。 SCP-4999、 私たちを見守る者、ケテル。中年の男っぽく見えるスーツ姿の何かだよ。孤独死マギアの人のところに現れて、タバコをくれたり手を握ったりするよ。そして相手が死ぬまで静かにそこにいる。ただそれだけ。 SCP-1883。 いえいえ、他に目的なんてありません。あくまでゲームです。ユークリッド。出された指令をこなしてポイントをもらう簡単なゲームアプリだよ。馬を見つけて、その馬を30分見つめたら7ポイント。銀行強盗して25セント効果だけ奪ったら150ポイント。金を鉛に変えるだけで999ポイント獲得だね。SCP-2950、ただの椅子。セーフ。めっちゃ快適な折りたたみの椅子だよ。めっちゃ快適だから座ると立ちたくなくなるよ。1時間以上座っちゃうともう離席は無理だよ。頼むから君たちもそう思ってて。SCP-4131。山陽中スレイヤー、ガンヘッドアノマロカリス、ユークリッド。頭の3分の2が銃みたいになってるアノマロカリスだよ。目とかないけど前見えるよ。右頭勢かな。テレパシーで意思疎通できるよ。山陽中をぶっ飛ばすための存在なんだって。SCP-2247。私は新しい雇い主を探し出すために何をしてしまったのでしょうか。ユークリッド。左の太ももにバーコード型のあざがある成人男性だよ。スペイン語で話せるけど、書いたのは理解できないよ。質問の形でしか話さないみたいだし、その質問には嘘は返せないんだって。なんでこんなことになっちゃったんだろうね。SCP-1274JP。世界で一番2番目の男、第3位。ユークリッド。世界で一番2番目の男選手権で3位になった男だよ。影響を受けると何でも2番目がこの人だって思うようになる。この部屋に2番目に入ってきた人？うん、彼だね。世界で2番目に高い山？うん、彼だね。SCP-018IT。 電磁波使いの面袋、ユークリッド。頭から電磁波を発生させる面袋だよ。興奮状態になったらめっちゃ強い電磁波を狙った方に出せるよ。機械は動かなくなるし、動物だったら心臓や神経がぶっ壊れるね。同じ異常性の子が生まれたら？きっと財団ならうまく使うよ。SCP-013KO。 確かに何か落としたんだが、セーフ。物が落ちる効果音がいくつか入った削除不可能な音声ファイルだよ。再生されると聞いた人は本当に何かが落ちたような影響を受ける。落ちたのが効果なら探そうとするし、ピストルだったら負傷を訴える。大抵は記憶処理で治るけど、4つ目の影響だけはどうにもなんない。SCP-079-FR。NPC の村。セーフ。ポーランドの森の中にある小さな村だよ。村の中には34、じゃなかった。35体の人っぽいのがいるよ。ハリボテみたいな家々と、同じ会話を繰り返す人々。君は、そうだね、冒険者ってところかな。SCP-800JPJ。 巨竜。ケテルからニュートラライズド。嘘を食べて大きくなる恐竜っぽい生命体だよ。食べられた嘘は撤回されたり訂正されたり、もうわかんなくなったり現実改変。そしてはちゃめちゃに大きくなると真実も食べるようになるよ。ま、全部嘘なんだけどね。あー、しまい。きっとまたやると思うよ。オブジェクトのリクエストがあったらコメント欄でね。拾えるかはわかんないけど。それじゃね。バイバイ、エトストラ。